まだ1週間あります。1週間あります。ここから、まあ、多くの皆さんは、さてどうするかということを考えていくんだろうなと思います。で、えー、そうなれば、今申し上げた、ルールご説明してきたようなことを、まあ、お考えいただければですね、私は、飯山さんが最終的には勝っていくと、勝っていくという、う可能性、可能性は、 十分にあると。十分にあると。あまあ、ですから、まあ、3番手につけてるからね、まだちょっと届かないかなとか、なんていうふうに思う必要はさらさらない。むしろ、むしろ。あのね、もしかしたらね、立憲共産党の人たちは、アンケートをやって、誰を支持しますかっていうふうに、 問われたときは、はいあ、私たちは立憲共産、私は立憲共産党を支持しますっていうふうにお答えになったのかもしれない。かもしれない。しかし、その方が本当に投票するかどうかもわからないんですよね。ましてや、あまあ、読売さんや他のね、世論調査が示しているように、この立憲共産の方は、あの、赤今トップ独走してると。最初からトップ独走してるという状況だったら、まあ、普通に、 あの、アンチ自民で俺はま考えてんだよと。だからまあ立憲かなっていうぐらいにお答えになった方もですよ。実際、あ、やっぱり俺と同じみんなアンチ自民なんだな。で、立憲共産がやっぱりアンチ自民が独走してんだな。それだったらまあじゃあ俺は昼寝しておこうかと。おー、と言って投票に行かない可能性もあるんですよ。あるんですよ。だから世論調査なんて所詮そんなもんなんですよ。つまり本当に投票する、投票所に行ってそう書くかどうかわからないんです。わからないんです。 で、一方ですね、じゃあの、飯山さんの方たち、方側はどうかといえば、飯山あかりさんっていうふうにお答えになった方はですよ、私はほぼ間違いなく、必ず実際に投票すると思います。ここがやっぱ大きい差になってくる。つまりね、えー、マスコミのアンケート調査で飯山さんに支持するって言って、でもその人はなんかいい加減な気持ちでね、 ちょっと飯山さんあっていうのもいいんだよね。なんていうふうに思って、ちょっと行って,てみました。飯山さんって答えてみました。なんて人は、私、ほとんどいないと思う。ほとんどいないと思う。飯山さんって答えた方は、それ必ず飯山さんに投票するんだと思います。そう、どなたが書いてくださってますよね。熱量が違いますよね。熱量と確信。投票に対する確信の度合いが、 まあ立憲共産党の候補の方、まああえて私名前もずっと一貫して言ってないんだけど、<laughs> まあ名前も言いたくないんで言い,言いませんけど、立憲共産党の候補と、まあ、つまり飯山さんとそれ以外では熱量が全然全く違う。なので、そんな誰を支持しますかなんていうアンケートと実際の投票行動に現れてくる票とは、これは全然可能性が違う。ということも、 ついでに指摘しておきたいと思います。はい。というわけで、えー、この後、まあ、今日はこのくらいにしておきたいと思いますけど、今19時33分ですね。あ、もう今日はまた12,861人も同席してくださっております。ありがとうございます。えー、この後、あの夜8があるんでしょうあ。まあ私も見たいと思いますけど。 というわけで、まあ、ご覧になっている皆さん、ぜひね、あの、マスコミのね、まあね、いろんな、これから出てくると思いますよ。いろんな報道がね、そんなことに惑わされず、動はされず、あの、ぜひあの、自分の信じるところで投票していただければいいのかな、というふうに思います。あ、それからね、あの、昨日から、昨日のライブでもたくさんあって、あの、長谷川さんもう一回あの、 応援してくださいっていう声たくさんいただいてます。ありがとうございます。はい。えー、でも、それについてはですね、まあ、私、あの、ここで、あの、こうしますってことは、あえて申し上げません。ね、っていうのは、もう、有本さん大変だっていうのも分かるから。ああ、有本さんのところに、なんか殺到してるんでしょ、今。あの、応援したいですとかいう、あの地方の議員さんとか。で、えー、調整が大変でもう、ご返事もできないっていうようなことは、有本さんおっしゃってましたよね。えー、まあ、本当に、実際そうなんだろうと思います。だからね、 あの、これはね、私が言う話ではない。あの、私に応援してくださいっていう気持ちはもう本当にありがたい、ありがたいですし、あの、本当に感謝してますけれども、でも、応援しますとかしませんとかっていう話は、私の口から申し上げることではないと。これは、有本さんたち、ああ、山さんや有本さん、百田さんがお考えになる話なので、私は、私の口からこんなこと喋っちゃってですね。 あの彼女たちに余計な気遣いとかプレッシャー与えたくないので、私はもう一切あの彼女の陣営のご判断にお任せしたいというふうに思って、まあ私はこうやって、まあ昨日、今日とあの全然予定してないライブをやらせていただきましたけど、まあ私はこういう形で、まあ、応援させていただくと。 いうことにしたいと思います。はい。というわけで今日はどうもありがとうございました。ここでちょっと一泊お休みいただいて、え、あと25分後ですね。始まりますから、皆さん、あの、一緒にご覧になりましょうか。はい。というわけでありがとうございました。失礼します。どうも。